今回は、遂行機能障害のシリーズとして、前頭葉の機能極材と遂行機能障害の病相について解説したいと思います。まず、前頭葉の機能極材ですが、認知活動に関与する前頭葉は大きく、肺外側面、前頭葉内側面、眼下面の3つの領域に分けられます。肺外側面は、遂行機能障害、ワーキングメモリーの低下、注意、集中力の低下、補足、 展望記憶障害、うつ状態。内側面は自発性の低下、行為障害。底面は脱抑制、行動障害。まあ、このように、肺外側面、内側面、底面で、まあ、それぞれ機能局材があると。でまあ、前頭葉の機能局材として、まあ、ブロードマンの脳地図と照らし合わせた場合、肺外側面は9、10、46の領域になります。内側面は25、32の領域になります。 底面は11の領域になります。で、まあ、遂行機能障害は、こちらの肺外側面、91046の領域ですね。まあ、そちらが遂行機能障害を呈する部位になります。はい。まあ、ここで特徴的なのは、肺外側面は、遂行機能障害以外にも、ワーキングメモリーの低下、注意集中力の低下、補足、展望記憶障害、うつ状態を呈することがあると。 ま、このように、前頭前野の肺外側部の思考と行動の制御機能には様々な機能があります。遂行機能は前頭前野、肺外側部の一つの機能になります。前頭前野の肺外側部が障害された場合、遂行機能障害だけでなく、まあ、主々の前頭葉症状を呈することになります。遂行機能障害という概念なんですが、遂行機能障害を論じる場合、 前頭葉の機能や前頭葉性行動障害を踏まえて論じる場合が少なくありません。まあそうした個々の認知機能とはさらに独立した行動や思考の領域の障害として、遂行機能障害という概念が導入されました。まあここがポイントなんですが、個々の認知機能とは独立して、まあ、行動や思考の領域の障害として、まあ遂行機能障害という概念が導入されたと。 これはどういうことかと言いますと、まあ、個々の認知機能とはまた別に行動ですね。この行動の結果起こった問題点を把握するということで、まあ、遂行機能障害という概念が導入されてきたということになるかと思います。今回は遂行機能障害のシリーズとして、前頭葉の機能極材と遂行機能障害の病巣について解説しました。はい。今回は以上になります。